ちょっと若くなって男前になってる。あ、終わりです写真見たらさ、なんかここの部長かと思ったよ。さあ、それではすべてのアトラクションはこれで終了となりました。ここで少し選手の皆さんにお話を伺いたいと思います。まずは石川選手からます。よし、よく石川選手、この感謝でいかがでしたか？そうですね、今年は本当にこういうコロナがあって、なかなかこう開催できるかどうかという中で、今日もたくさんの皆様に足を運んでいただき、そしてファン感謝デーを開催することができて、すごく良かったです。楽しかったですか？ありがとうございます。僕らもファン感謝デーというのは一つのシーズンの区切りという意味ではすごく楽しみにしました。今日も寒かったですけど天気が良くて良かったです。ありがとうございました。さあ、それでは続いて山崎選手にお話をお伺いしたいと思います。はい、見事な集中力を見せていただきました。今日のファン感謝デーいかがでしたか？そうですね、僕が持てる力を全て発揮できたと思います。皆さんもその力を見ていたと思いますが、このファンの目の前でその活躍したと思いますが、いかがですか？そうですね、野球の方であんまり活躍できてないんで、本職として頑張れてよかったと思います。僕の上田の分まで頑張る。来シーズンに向けてもぜひお言葉お願いします。そうですね、ファンファンだけじゃなくてシーズン中しっかり選手として、活躍できるようにまた来年頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。それでは続いて奥川選手にお話をしたいと思います。初めてのファン感謝デーでしたが、いかがでしたか？本当に楽しい時間を過ごさせてもらいました。奥川選手は助走も今日はしましたね。はい、いかがでしたか？皆さんの前で助走した気持ちは。すごい恥ずかしかったですね。これ気持ちよかったですけど、どうしよう。いい経験になりました。皆さんも似合ってましたよね。それからお話しましょう。来シーズンの決定戦お願いします。はい、ありがとうございました。いえいえいえ、しっかりチームの力になれるように一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあ、続いては長岡選手にお話を伺いたいと思います。はい、はい、結構逆だな。
さあ長岡選手、見事今日はチャンバラで10万円を獲得しました。いかがですか、改めて振り返ってみて。本気でやってよかったです。先ほど焼き肉を皆さんに行くと言っていましたが、やはり皆さんでお祝いしたいですか。お祝いしたいです。この初めてのファン感謝デーはいかがでしたか、参加してみて。すごく楽しかったです。ぜひ来シーズンに向けて一言お願いします。来シーズンも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に山田選手にお願いしたいと思います。はい、山田選手、今日のファン感謝デーはいかがでしたか。いや、約半日すごい楽しかったです。何か思い出に残っているシーンなどありますか。思いですか。まあ、午前中なんですけど、やっぱり名場面集が一番、心には残ってますね。はい。そして先ほどは丸バツクイズで見事優勝した女の子にサインを書きましたが、いかがでしたか、ご指名を受けた時のお気持ちというのは。ちょっと話を聞いてなかったんで申し訳ありません。ごめんなさい。そのプレゼントもあと気にすると思いますが、そして来シーズンはキャプテンとして迎えるわけですが、ぜひ一言お願いします。はい、来年からキャプテンを務めさせていただきます。自分が先頭に立って、チームを引っ張っていきたいと思います。来年もご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上で東京ヤクルトスワローズファン感謝デー第2部を終了とさせていただきます。Sスタンドのお客様はこの後規制退場となりますので、そのままお席でお待ちください。1年間の温かいご声援誠にありがとうございました。選手の皆さんが退場いたします。皆様拍手でお送りください。光る目覚ましの中に、高校生